皆様改めまして、こんばんは、今回このレインボーマリッジフィルムフェスティバルのアンバサダーを務めております八方不備人の、さらに最年長エスメラルダと申します。これから、行われますトークセッション映画映像に見る性的マイノリティの表彰の司会を務めさせていただきます。短い時間ですけれどもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではですね、ここでもう早速ですけれども今日のスペシャルなトークゲストの皆さんをお呼びしたいと思います。まずは、芥川賞作家でいらっしゃいます、そして翻訳家でもいらっしゃいます李琴美さん、どうぞお入りください。よろしくお願いいたします。続きましてジャーナリスト、作家、翻訳家でいらっしゃいます北丸裕二さん、よろしくお願いいたします。そして最後に映画監督の飯塚佳祥さん、よろしくお願いいたします。本日はこちらのメンバーでお届けしたいと思います。それでは私もちょっと失礼して今日ね、お会いする直にお会いするのが私たち初めてなんですよね。この間オンラインで会議はしたんですけれども、ちょっと今日はどんなトークセッションになるのかドキドキですけれども、最初にでは李先生からお一人ずつちょっと自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、李琴美です。先ほどご紹介にあがりましたサッカー翻訳家やっております。どうぞよろしくお願いします。北丸裕二です、よろしくお願いします。このコロナで全然みんなに会ってなかったんですけれども、李さんとは昔だっけ、3年前、そう3年前だよね、はい、あれ以来ですもんね、はい、あれからコロナになっちゃう。そうですよ、エスムとも全然会ってなかったですもんね。そうですね、この間のレインボーパレードで久しぶりに。そうですよね、はい、どうもどうもよろしくお願いします。始まったばかりの時だと思います。そうそうそう、カショさんには今日初めて、この間はい、初めてですね。よろしくお願いします。皆さんもよろしくお願いします。どうも、お願いします。一応カショさんもお願いします。はい、映画監督だと脚本家をやっております、飯塚佳祥と申します。実はエスムラルダさん、僕大学在学中に学校にパフォーマンスに来られたことがあって、実はお会いはしたことがあるんです。お話ししました、その時した記憶があります。本当一言二言だったと思うんですけど、ちなみに何県の大学に。山形です、ね、あ、わかりました。はい、はい、あ、そうなんですね。当時学生だったんですけども、はい、すごい。あ、それはそれは、いや八方不備人で行ったの。いや、お一人で来られてました、ね、当時そちらの大学のですね、あれは一般教養ですよね。そうですね、はい、一般教養のクラスでしたね。のジェンダーに関する授業に私が年に2回お話をしに行くという時期が何年かありまして、はい、いや嬉しいですね。はい、たまにこうやってね、あの時にお話を聞かれた方と後で再会することがちらほらあって、はい、あ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。にわかに緊張してまいりました。あの時すごい偉そうなこと喋ったのに、ね、いやそんなことはないですか。それで今日のトークのテーマなんですけれども、先ほど本当にこのフィルムフェスティバルの最初にお話ししたんですが、映画はその時代を映す鏡ということで、あ、すいません、手話通訳もしていただいてありがとうございます、よろしくお願いいたします。映画はその時代を表す鏡ということで、その時代の、人々の生活や社会制度を反映しています。でそんな映画や映像に現れるそのセクシャルマイノリティの表現のされ方、そして社会の関係について今日はお三方と共にお話をしていきたいと思います。ただテーマは映画映像となっているんですけれども、せっかくコーリー先生もいらっしゃっていますので、小説とかあるいは演劇にまでちょっと話を膨らませてお届けできればと思っております。それでは最初に、どうでしょう、北丸先生の方から
ちょっとお話先生じゃないいいですか、3で皆さん、3でいいですか、3で大丈夫、はい、ではあ、その前にそうですね、ごめんなさい、順番としてまずそれぞれのお三方の同性婚そして婚姻の平等に対するお考え方、あの考え方スタンスの方をあのそれぞれお伺いしたいんですけれども、じゃあどうしましょう、やはり今度リーさんからお願いできますか。はい、あのまあ本当に簡単な話、まあというかここでさ、あの私は同性婚に反対しますって言ったら追い出されるので、ね、そのことはもちろん言わないんです。はい、あのまあ皆さんそうだと思うんですけども、あの単純な話でして、もちろんそのいわゆる婚姻制度といったものにもちろんそのいろいろな批判とか問題はあると思うんですけれども、いやそもそもだよ、なんかそのまあ、単純な話で今異性の婚姻が結婚できて、同性は結婚できないというのは明らかな差別であって、それはまだまず是正しないと、まあ、先の話はできないでしょっていう話で、だから単純に、まあ、人間がね、いろんな社会制度を設計したりとか、あの想像したりとかする中で、まあ、より理想に近づこうとするそういう営みの中の第一歩だと私は思っています。はい、では北丸さんお願いいたします。同性婚ができないのがどうして差別なのか、もしくは同性愛もしくは、トランスジェンダー、そういう人たちに対するその差別偏見というのはどうしてそのようなのかということを考えてみると、実は有史以前と、今有史以前はないな、紀元前の段階から例えば古代ローマであるとか、それからアッシリアであるとか、あそこで、まあ、宗教的なものもあったんですけれども、一番最初にあの同性愛っていうものが犯罪化されたんですね。結局それは犯罪者だという形で、それはずっと続いていて、キリスト教の影響もあって、まあ、ソドミ法という同性愛行為を、同性の性行為を有罪にする刑法というのができたわけです。それは中世のあたり、1600年あたりぐらいからどんどんいろんなところで出てきて、近代法になっていくんですけれども、そしてそれをどうにか救おうとして、この人たちはいや別にね犯罪者じゃないんだ、それでちょっと頭がおかしいだけなんだっていうことで、今度はそのフロイトのあたりから結局病理化が始まってるわけなのね。この人たちは精神病だ、それから性的盗作という病気なんだっていう形で、次に病理化が始まるわけです。犯罪化と病理化のこの2つが社会の規範を乱す、つまり殺人者とか詐欺だとかそういう人たちと一緒に、この人たちは犯罪者っていうのは社会の枠組みの中に収まらないから、はみ出したものとして差別抑圧していいんだっていうのが一つの理由。もう一つは精神病だ、性的盗作だということで普通の生活を送れないんだということで、病理化することによって社会の規範からはみ出してもいい、はみ出させていいんだというのがもう一つ。ところがこの犯罪化と病理化が20世紀になってからどんどん終わってしまったんですね。犯罪にする理由がないということになってきて、それでソドミ法というのがいろんな国で撤廃されてきます。まあ、残っているところはありますけどね、中東のイスラムだとかね、アフリカの諸国であるとか、それから今問題のロシアであるとか、ロシアは本当は犯罪はやめたんだけれども、プロパガンダ禁止法っていうので、自分はゲイだとかレズビアンだとかトランスだっていうふうに言っちゃいけないと、言ったら青少年に悪い影響を与えるから、この悪い影響っていうのは、じゃあ次の病理化、病気という問題、社会的な病でも、その病理化っていうのは1972年にアメリカでまず精神学会で撤廃された、1983年に今度は WHO で撤廃されて、日本でも、2000年ぐらいになった時に1990何年かな撤廃されて、結局病気でもないんだっていう話になった時に、犯罪人でもないし病人でもないんだとすれば、差別の理由がないんですよ。社会の規範から外れたものとして追い出す、抑圧する理由がなくなる。そうしたときに、じゃあやっぱりこの人たち基本的人権あるんじゃないかっていう話が進んできて、例えば福利厚生であるとか法の下での平等であるとかっていうのが、なんでこの人たちに与えられるのかっていう理由がなくなっちゃったわけ。そうするとその最終的な象徴的なことっていうのは何かというと、
基本的人権の最終段階というのは何かというと、まあ、結婚を認めるということなんでね、結婚に伴うさまざまな法律的社会的保障というものが与えられることによって、ある意味象徴的にその性的少数者たちの人権が従前に満たされることになる、そういうことによって、社会がもっとハッピーになるということ、これが結局同性婚つまり結婚の平等というものを認める大きな論理的な基盤なんです。そしてこれをダメだという人はほとんど理屈立てて言っている人はもういないと思うんだよね。そうですね、はい、あとはもう感情的なもの、感情的なものっていうのはつまり気持ち悪いだとか、嫌だとか、生理的に認められないとか、ちょっと生理的に認められないし、これ慣れだからね、だからそういうふうにして可視化していけば全然慣れちゃいますんで大丈夫だと思いますよありがとうございます。それでは飯塚さんお願いできますでしょうか。はい、ちょっとこの後に喋るの気が引けますいやいやいやちょっとそもそも僕、まあ、映画監督としてこう役者さんとこう対面するときとか全く緊張しないんですけど、こういうふうに喋るっていう、喋るためにこう登壇するっていう場に慣れてないので、すごい緊張していてかつこの北丸さんの後って緊張してるんですけどちょっと私が順番を間違えましたそうですね、ちょっと最初の、まあ、自己紹介で触れなかったんですけど、私自身が、まあ、トランスジェンダーであるっていう、まあ、背景もありまして、まあ、その点と絡めて同性婚っていうところに触れていくと、まあ、私もともと女性、もともと女性というか戸籍が超女性なので、まあ、女性を愛した場合に、まあ、これ同性になるわけですよね。だからこの時点で、まあ、同性婚が認められていればどれだけ楽だろうっていう、まあ、ことを思いますし、まあ、あとトランスジェンダーの場合は性同一性障害特例法というものがございまして、まあ、これがすごく、トランスジェンダーにとっての婚姻の、まあ、いろんな意味でのこう妨げになっていたりする側面があるので、まあ、これについてはちょっとまた個別のトークの部分で少し触れようかなと、はい、思っておりまして、まあ、基本的には本当に同性婚、まあ、婚姻の、自由というのは、保障されるべきだなというのは、まあ、僕のスタンスだと思っております。はい、ありがとうございます。それではいよいよ今日の本題に入っていきたいと思うんですけれども、ちょっとではまず北丸さんの方から、この今日は、はい、何を上映したんでしたっけ。ウェディングバンケット。今日はですね、ウェディングバンケットと、台湾 の、 その同性婚成立までのドキュメンタリーを、はい、ウェディングバンケットっていうのは1993年ぐらい、そうですね、93年ぐらいですね、はい、あれはアン・リーはい、ですよね。ブロックバックマウンテンを作った、はい、その2005年にブロックバックマウンテンを作る10年ぐらいちょっと前に、10年ちょっと前に、はい、アンリーが結局作ったのがウェディングバンケット。これはニューヨークの白人と台湾人 の、 青年が、はい、結婚するというか一緒に暮らして、それでお父さんご両親が来た時になんか吸ったもんだしちゃうっていうような、そうですね、面白い中華系の女性 の、 やはりその台湾人の男性が、まあ、偽装結婚するという、そうでしたね、そうでしたね、はい、で実は男性の恋人がニューヨークにいるという話だった、ね、そうですね、はい、あの時代ニューヨークっていうのは1993年、僕ニューヨークに93年から行ってたんですけど、ちょうどねその頃っていうのはエイズの時代で、でまあいろんなそのドラマとか映画とか演劇とかが一生懸命エイズのを通してその、性的少数者、特にゲイ男性だったんだけど、結局エイズの一番の被害者っていうのは被害者層っていうのはゲイ男性が多かったので、そこをどうにかこう救い取ろうというふうに社会全体が総動員して、それこそ、テレビ演劇ニュースもそうです、それから文学もそう、はい、でそれは、まあ、アメリカだけにとどまらずフランスであるとかイギリスだとかももう相当にしてやってたんだけれども、そういうところから80年代から90年代かけてエイズを通しての、ゲイ男性の表彰の仕方、しかもそれは、以前とは違ってとても同情的に描かれるようになってきた、うんうんうん、でそれが一つのトレンドになってきたんだよね、はい、
でその時にちょうどエイズっていうのはその例えばそのキリスト教の話とかも関わってくるんだけども、もう一つは文化的な衝突っていうのが ものすごく問題になってきていて、アメリカっていうのがそうですね、あの例の湾岸戦争の中で世界中にこの世界中の、まあ、警察みたいな形で軍事侵攻なんかしてた時 でアメリカ人たちが自分たちってそんなに世界で嫌われてるのかとかって思い始めたところでもあったんですよね。そうするとアメリカの国内だけでもその例えば先住民運動、先住民つまりネイティブアメリカンたち、それから、黒人の話はもうずっと昔からあるし、女性たちの問題、文化的なそのいろんな違いのことをどうにかして包摂できないか、どうにかして和合できないか、一緒になって統一できないかというようなことでいろんな試みがなされていて、例えばこのウェディングマーケットの場合はその中国系台湾系と白人の文化の問題、それだけじゃなくてあの頃ちょうどね韓国系のコメディエンヌがいて、彼女が一生懸命その韓国人の文化的なそのアメリカ人との差をですね、漫才にして喋ってたりですね、あとビッグファットグリークウェディングだったかな、ギリシャ人のこれまたギリシャの文化っていうのは結婚はものすごい盛大にやるっていうんで、いろんな形でそのいろんな人違う人たちのものをその社会としてその、一生懸命紹介しようという時代があったんです。それが一つのモメンタムだったんだよね。そこからガラッと変わってきた。その前は何かというと、例えば1968年にいわゆるアメリカにおけるエイリンヘイズコードっていうのがあるんですけど、そのわいせつなことをしちゃ描いちゃダメ、それから汚い言葉を使っちゃダメ、それから性的盗作を描いちゃダメということで、ほとんどゲイであるとか同性愛であるとかそういう問題に関しては映画の中で触れられてこなかったんです。で1968年にそれが終わったわけ、撤廃された。そうした時に出てきたのが刑事 The Detective、 Detective っていうのは刑事という意味で、フランクシナトラが歌わないで刑事役をやっていたという象徴的なとても典型的なあの映画が発表されました。これは何かというと、あるゲイ男性が全裸になって殺されているところから始まるんですよね。でゲイっていうのはさっき言ったように犯罪に関わってくるんですよ。つまり性的盗作っていうよりも前、性的盗作と同時にその全裸になってるから、まあ、そこで性的盗作があるでしょ。それから犯罪に巻き込まれて、この2つの要素が1968年からまあストーンウォールが1969年ですから、その前の年なんだけれども、その時にそういうような描かれ方をしている。それだけじゃなくて、例えばベンハーってありましたね。あれの時も結局ヘイズコートはあったんだけれど、ベンハーなんていうのは、まあ、あの登場人物、のとても性的な同性愛的なシーンがあるんですが、そこをほのめかす形ではやられたんだけれども、明確には描かれてなくて、ほのめかしか犯罪か変態かという形で描かれてきた、はい、それが70年代に変わって、80年代になってそれでエイズの時代になるんだけども、エイズの時代の前はさ、ほらもっと牧歌的なアナザーカントリーっていうのがありましたね、はいはい、あれ今度私が翻訳して舞台化して、ね、6月にやるんですけども、ジャニーズのジュニアの子が主役になってやるんですけど、あらそれを、はい、見た時に私すごいショックでね、イギリスのパブリックスクールでのいわゆる高校生ですか、はい、高校生たちがその美少年たちがですね、美青年たちがこうやってその愛憎劇を繰り返すわけなんだけども、結局ゲイだってことで抑圧されて、してエリートの道を閉ざされてしまって、ロシアのソ連のスパイになってしまうっていうような話なんだけどね、はい、そういう話があったりしながら、単美化されたりいろんな風にやられながら、そして、先ほど言ったウェディングマーケットまで到達するんですよ。だから犯罪者か変態かっていうことが、例えばほら羊たちの沈黙なんていうのはあれは犯罪者で変態だったでしょ、そういうふうな描かれ方をしながら、だんだんまともな人間として描かれ始めたのがやっぱり90年代だったんですよね、うん、まあ、それからの話は大体皆さんもご存知だと思うんですけれども、ちょうどアナザーカントリーのこのモーリスとかも、そうですよね。それで日本の
女性誌が、はい、いわゆるその短尾系の男の子たちがたくさん出るので、はい、女性誌がゲイブームを作ったんだよね。ゲイ映画ブームを作ったんですよね。そうですね、だから割と今のある意味 BL ブームみたいなものの本当に走りというかみたいな感じ。1990年かな最初に、はい、ゲイブーム、ゲイ映画ブームっていうのがあって、その時にあのモーリスだとかアナザーカントリーはもちろん80年代のあれとして描かれるんですけど、あとほら美しい何だっけほら、エドマンド・ホワイトっていう、はい、の小説を小説が、はい、とかそれから柿沼英子さんがよくやってたんですよね。はい、エドマンド・ホワイト、そして僕があのちょうどフロントランナーを訳した頃 で、はい、第一次ゲイブームっていうの、ゲイ文学ブームっていうのがあの辺で起きるんですよね、はい、でそれからやっとなんかだんだん普通にまともに、話すような風潮が出てきてはいる、うん、そうですね、そこら辺からだよね。でもね、なんかやっぱりあの頃でそれでも悲劇的な恋愛が多かったような、そう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 、悲劇悲劇、はい、だからウェディングバケットのやっぱり画期的だったんだよね。そうですね、一つね、和解と家族との和解とカミングアウトと、はい、でもやっぱり90年やっぱ特別な愛で、うん、はい、いわゆる禁断の愛っていうのが今でこそ、うん、あの言うとみんなツイッターでこれはないだろうって気になったけれど昔は禁断の愛流行ってたんですよ。そうですね、で、まあ、ゲイたちももしくはレズビアンたちもそういう原作によって自分たちはそういうもんだと思っていた、はい、で逆にそこから禁断の愛だからこそ美しいんだ、悲劇だからこそ私たちは耐えて強くなるんだっていうような言説までが生産されてたんだけど、うん、はい、いや別に強くならなくてもいいし禁断ではなくてもいいから普通に生きたいっていうふうに出てきたのが2000年代、2005年のブロックバックマウンテンあたりから、はい、そのあたりから例えば、ムーンライトっていう映画があって、はいはい、黒人の男性の、まあ、少年期、青年期、それから壮年期という3つの時代を分けて書いて、それでアカデミー賞、これ LGBTQ の映画として初めて作品賞を取るんだよね、はい、ブロックバックは監督賞など3部門だったんですけれどもアカデミー賞として、でもそのあたりから本当にちゃんとしたまともな、まともだっていうかあの等身大のゲイやレズビアンっていうのが描かれるようになって、うん、でレズビアンに関してもほらキャロルであるとか、あ、そうですね、それからトランスジェンダーの話にしてもリリーのすべてだとか、はい、エディ・レッドメイン、あの、うん、今なんかこうやってやってるなんとかのビーストみたいなあの子だよね、はい、がやってたりする。ただエディして現在何かというと、まあ、ボーイズ・ドント・クライというのもありましたね、うん、そういえばね、あのヒラリー・スワンクが、トランスジェンダーの男の子をやってひどい目に遭ってしまうというやつがあって、うん、そういうふうにして現実に即しながら描かれ始めて、で今何が起きているかってこの 2,3 年は、はい、レズビアンはレズビアンの役をやればいいじゃないか、あ、ゲイはゲイの役じゃなくちゃいけないんじゃないか、はい、それからトランスジェンダーの役者いるんだから使えよっていうことで、うん、エディ・レッドメインはあのリリーのすべてでトランスジェンダーの役をやってたことを今になってはものすごく悔いていると、あれは間違いだったっていうふうに自分で言ってますね。でそれは何かというと、あのただ単に人権の問題じゃなくてね、これはね、あの仕事の問題、つまり、うん、雇用の平等の問題なんですよ、はいはい、あの黒人役を白人がやっちゃおかしいでしょ、うん、で日本人の役をなんか目つりがあのオードリー・ヘップワンの映画なんだっけ、オードリー・ヘップワンだっけ、なんだっけ、あの当時というか50年代60年代あたり日本人役ってなんかみんな向こうの白人の役者が目つり上げるその加工をしてですね、テープかなんかこうやって貼ってやってたんですよ、はい、うん、で出っ歯で眼鏡かけてカメラぶら下げてるっていう日本人役やってたんだよね。それはないだろうってことで一番最初にそれが問題になったのがミスサイゴンっていうあのブロードウェイの、作品でした、はい、これはミスサイゴンというからベトナム人が本当の女性が主人公じゃなくちゃいけないんだけれども、それを白人がやろうとしてまずロンドンで抗議行動が起きて、それからニューヨークでも抗議行動が起きて、でニューヨークの場合は何かというとあの分かったって言ってでアジア人の役だからアジア人にやらそうとしてフィリピン系の役者をベトナム人とフィリピン人違うんだよね、うん、そうですね、でもベトナム人のやつをフィリピン系にして、はい、それでよしとしたあの時代っていうのはやっぱり時代だったんだろうなと思う、はい、でもそういうふうにやりながら日本人は日本人がやるんだとすればトランスジェンダーはトランスジェンダーの役やっ
て、それがいわゆる雇用の問題としていろんな役者がいて、その人たちに対してちゃんと仕事を与えるっていうことからでないと従前の人権が与えられないということと一緒なんだから、まず仕事、まずお金、そこのところからやろうということで、そういう形で今いろんな映画が実際に、トランスジェンダーはトランスジェンダー、ドラッグクイーンはドラッグクイーンがやると、はい、がゲイはゲイであるっていうような話になってきている。やっとでもそこまでたどり着いて世界はね、はい、来たということなんです、はい、ただね、日本ってね1959年の段階で木下圭介が、はいはい、赤春鳥という春を惜しむ鳥っていう、うんうんはいはい、とってもゲイっぽい映画を、うん、木下さん自体が自身がゲイだった、これアウティングかな、自分で言ってるのかな、言われていると言われているという、はい、木下さんが作った会津若松出身の5人の青年が、1人主人公がその、まあ、就職して帰ってくるんだけど、この5人の青年のいわゆる青春を春を惜しむ鳥という、はい、赤春鳥という、まあ、春を惜しむ鳥という題名に隠して、その青春の中でこの5人のとってもホモセクシュアル、もしくはホモソシアル、でもホモソシアルで もうとってもエロティックな関係がなんかほのめかされているということで、これ国際的にも実は有名な映画なんですけれども、はい、日本も結構ね頑張ってはいるんですよね。レズビアン映画、例えばあのでもレズビアン映画にしてもほら谷崎潤一郎の万事、ね、万事がありますよ、ね、でも谷崎だからね書いたのはね女性が書かなくちゃいけない、それこそ雇用の平等ではないけれどもさ、はい、そういう、まあ、リサが隣にいるんで、まあ、文学の話はいろいろそのリサにお任せしたいと思うんですけど、まあ、ざっと見るとそういうふうな形で、はい、日本映画も変わってきてるし、それと同時にやっぱり外国、うん、欧米諸国、それだけじゃなくて今はもうアフガニスタンでもそのウクライナでもね、いろんなこういう問題があった時にいろんなそのいわゆる発展途上国と言われている国からも、うん、LGBTQ の優秀な作品がたくさん生まれてきている。それは何かというとやっぱりみんな声を上げている、顔を出しているというところから生まれる文化なんだと思います、うんはい、ありがとうございます。あの今あ大丈夫ですか、手話通訳の方あの追いつけますか、大丈夫ですか、はい、はい、いえありがとうございました。あの今北丸さんの方からいろいろとその歴史に沿ってお話を伺ったんですけれども、あの飯塚さんや李さんはあのその性的マイノリティが描かれた映画で何か印象に残っている作品とか、何かこう今北丸さんの話に出てきた作品の中でちょっと思うあの考えることあの感じたことがあれば今お話を伺ってよろしいでしょうか。あ、そうですね、はい、僕今聞いててアナザーカントリージャニーズがやるっていうのびっくりしたんですけどアナザーカントリージャニーズがやるっていうのびっくりしたあそれなぜ思う、そうびっくりして、あの、まあ、っていうのも僕は多分ちょっとあのお二人と違うの、割とこう映画の表彰の割とこう現場寄りというか、うん、まさにこれ今作られている現場の中にいるので、はい、まあ、非常に役者がどうキャスティングされるかとか、はい、あのそういう部分に立ち会うことになってるんですけど、お話聞きながらちょっと、まあ、僕は割と現場の人間なのでそういう、でもあれでしょう、本当にこの数年で変わりましたよね。だって本当に芸役嫌だっていう人たちたくさんいましたもんね。いました、あの事務所的にもダメだったんですよね。事務所的に まず本人が、まあ、許していても事務所がダメっていうのが大きいですよね、うん、まあ、イメージがつくとか。だからあのなんかオッサンズラブの一番最初のやつ見た時に、見てた時に、はい、一言もそのゲイに対するその嫌味もないし、それから差別的な言辞もないし、そしておそらくあのその番組の宣伝の時にもそういうことを徹底してたんで、 なんだ同性愛嫌悪的なホモフォビア的な、言葉が一つも出てこないというのはやっぱり事務所的にもやっぱ徹底して、それは絶対もういけない時代だったんだなっていうことなったんだね、なったんだよっていうことをちゃんと指導したんだと思うんだよね。あとそのチェリー魔法にしても、なんだかチェリー魔法ってなんだっけ、そうですね、はい、30にして童貞であったら魔法使いになるんだよだけ、はいはい、そういうやつにしても、ただね思うんだけど、あのオッサンズラブキスシーンちょっとあったけど、はい、昨日何食べたらないし、チェリー魔法もない
ですよね。はい、ないですね。でまたどうしてもやっぱりまだゲイが中心なんだよね。そうですね、今はまだ、ね、男社会なんだよ、はい、そこでもやっぱり、うん、ビアンレズビアンの話っていうのはなかなか、まあ、本数的にも少ないしね。そのメインキャストにレズビアンのカップルが出てくるお話は日本でも、まあ、徐々に現れてはいるんですけど、まだそこをメインにしたものっていうのが、例えばアメリカだったらドラマで言うとエルの世界とか ね、ありますもんね、うん、だから そこまではまだちょっと今のところ、それはやっぱり主な視聴者層が女性が多いというところもある、関係してるのかもしれないんですけど、うん、はい、そうですよね。まあやっぱりそのオッサンズ、日本だとそのオッサンズラブと、あとタイの方で割と BL が盛んで、それでその BL に出ている役者さんがそれで生活をができているというか、そういうシステムが海の向こうで成り立っているっていうのもちょっともしかしたら多少影響しているのかもしれないなというふうには思います。1994年にアメリカで、はい、ローズ・トリューシュっていう人が作ったゴーフィッシュっていうレズビアンの女の子たちの、はい、すっごくこの日常生活を生き生きと可愛らしく描いた映画があってね、はい、ゴーフィッシュ、この4人の女の子たちがねこうやって寝ててね、はい、上から撮っていて、そのポスターがこう十字の形で女の子たちがみんな中央で顔を頭をくっつけ合いながらこうやっていろんな話をしてるみたいな、とってもほのぼのした、やっぱレズビアン映画はこれによってここで時代が変わったですよね、はい、94年ですもん、それは。90年代いろんなことが変わりました。やっぱりエイズが終わったわけじゃないけれども、エイズのカクテル療法っていうのが95年96年に確立されるようになって、それからつまりその性的少数者たちの人権運動がどんどん巻き返しを図るわけですよね、はい、社会的な大義名分を得て、そういう形で映像の在り方も変わってきて、はい、日本も、まあ、変わってきてはいるけれども、ちょっと、ちょっと違うやり方なんだなって気はしますね。でもそうですね。あと飯塚監督はその自作の二人の世界という作品で、はいはい、やはりトランスジェンダー の、ね、男性と、はい、シス女性 の、 お話を書かれてるんですけど、はい、ちょっとその作品について今お話いただいてよろしいでしょうか。はい、はい、ですね、まあ、この作品、まあ、簡単なあらすじ、まあ、お話いただいた通りなんですけど、はい、まあ、トランスジェンダーの、まあ、主人公深夜っていうんですけど、深夜は、まあ、女性を愛しているんです、まあ、それがユイっていう、まあ、女の子なんですけど、まあ、ただ、深夜もその戸籍が上場制なので、まあ、2人結婚できないと。で、そのパートナーのユイはものすごく結婚とか、まあ子育てとか、まあ、いわゆる世の中で言われている幸せのようなものをすごくこう夢を描いているような女の子 で2人がまあ結婚もできない、まあ子供もできない、じゃあどうするっていう、まあ、2人の10年にわたる、まあ、愛の歴史の物語になってくるんですけど、はい、まあ、冒頭に特例法のお話ちょっと触れたんですけど、まず、まあトランスジェンダーが、まあ、結婚をしようってなったら、まあ、同性婚が可能になるか、まあ、これは、トランスジェンダーで、戸籍上が同性のパートナーと結婚したいって場合の話なんですけど、同性婚が可能になるか、まあ、もしくは、戸籍を変更するっていう、まあ、手続きが必要になってくるんですけど、まあ、そこに特例法っていうものがありまして、これは、2004年かな、から始まってる法なんですけども、まあ、6つ要項があるんですね。その6つの要項が非常に、まあ、国際的に言うと、まあ、人権的にとても良、まあ、くないものだという、まあ、批判を今まさに浴びているところなんですけども、まあ、これ具体的に何かっていうと、まあ、特に、触れられて、そのなんていうか、ちょっと待ちくださいね、はい、ちょっと間違いがないように紙に書いてきたんですけど、どこだ、あれ大丈夫ですよ。あった。そうですね。まあ、6つあるんですけど、まあ、簡単に読み上げますと、まあ、1つ目が、まあ、2人以上の医師による、まあ、性同一性障害っていう、まあ、診断がなされていることっていう、うん、まあ、そもそも診断っていう基準がもはや、もうこれは WHO 的にはその、
なんだ、病理科はもう外れているので、まあ、そもそも診断っていうこと自体がどうなんだろうっていう、まあ、部分がまずありますっていうことと、まあ、2番目が、まあ、18歳以上であることって、まあ、年齢制限がありますと。で3に、現に、まあ、婚姻をしていないこと、4に現に未成年の子がいないこと、まあ、子がいちゃいけませんよっていう、未成年の子がいちゃいけませんよって、まあ、これもちょっと意味が分かんないなっていう感じなんですけども。で5つ目が主に、まあ、あの僕の二人の世界っていうの作品の中でも触れていることではあるんですけど、生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあることっていう、まあ、こういう要項があるわけなんですね。だから、まあ、これは身近に起きている問題でもあるんですけど、まあ、パートナーと結婚したいから手術をするっていうあの図式がそこで、まあ、一つ生まれるわけで、それってもうものすよくよく考えればものすごいことですよね。あの強制的に断種しなければいけないっていうことと、まあ、イコールであるなっていうふうに僕は捉えてますし、まあ、国際的にも指摘されています。で、まあ、大体2012年から16年くらいの間ですね、ヨーロッパの諸国ではもともと戸籍の変更をするときに、まあ生殖器を取り除かなければいけないっていう要項を外しましょうっていう流れは特に起きていることなんですけど、これは日本まだありますと、まあ、っていうような背景が、2人の世界の背景で描かれてまして、まあ、ある意味あの映画の表彰としてそういうものに背景がありますっていう、ちょっと何の話してるのかという感じですけど、いやいやいや、はい、はい、あのいました、ね、その中でこうやっぱりかあの飯塚さんとしてはその2人の世界の中で、はい、こう特にここをテーマとして描きたいとかいう部分っていうのはどのような どの部分に対して強くこう思いを込めて描かれたんでしょうか。あ、はい、そうですね、まず一つはその今特例法のことにも関連する話なんですけど、トランスジェンダーの身体の自由性っていうものは保障されるべきだっていうふうに、はい、まあ、ものすごく思っていまして、はい、まあ、トランスジェンダーの、まあ、段階っていうのがすごく、まあ、あの日本の中だとすごくトランスジェンダーのイメージって僕まだまだ乏しいなというふうに感じているんですけど、まあ、反対の性に移行しきることイコールトランスジェンダーっていうようなあの表彰のされ方が僕はすごく目立っているように感じていて、でも決してトランスジェンダーの定義ってそうではないと、身体の状態も手術をするしないっていう選択の自由もありますし、それがなんか特例法っていうのはむしろ縛ってしまっているっていう側面がありまして、まあそこは強くあのテーマとして追い込みましたね。ちなみにそれって男女二元論にやっぱり縛られてるんだよね。二元論の中でトランスいいじゃんどうだってっていう話のところまでいかないとそうなんですよね、法律的にもね、はいはい、男子の問題にしてもそうだよね、やっぱり男女で結婚しなくちゃいけないで、それ以外のものっていうのはやっぱり性的には無じゃなくちゃいけないみたいな話になっちゃうから、はい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 、そうですね、あのなんかこれから、まあ、その表彰の問題とあの結びつけると、なんか非常にトランスジェンダーも分かりやすく描かれがちっていう現象が多分、まあ、これからも続くと思うんですね、しばらく。そこをやっぱり脱二元論化していかないと、あの、まあ、トランスジェンダーにとってというか、まあ、セクシュアルマイノリティにとってどうしてもやっぱり映画っていうものはロールモデルになっていくものだと思っているので、まあ、これは非常にいけないことだと、まあ、僕自身作り手としてあの表現はこれからいろいろ工夫していきたいなというふうに考えているんですところですね。せっかく新しい概念として出てきたその、まあ、性的少数者 LGBTQ プラスパラプ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 ラみたいなのがあるんだけれど、うん、何かというと基本的には人間っていろんな形があるんだよっていうことを、つまり二元論っていうのは一番ほら例えば善悪にしてもそうだし、から聖者にしてもそうなんだけれども、一番簡単な分かりやすい思考法なんですよね、うん、ところが僕たちはその思考法として、まあ、それはその、まあ、アリストテレスの時代からなんだけど哲学的な話でいうと、まあ、いろんなその二元論というのはだんだん違ってきたんだよ、四元論かもしれないよみたいな話から始まって、あ、人間ってそういうふうにして二元論で考えていい時の方が経済的にその分かりやすいところあるけれども、でも本当はそうじゃなくて、それをいろんなところを射章して切り捨てて二元論で割り切って、まあとりあえずそこのところはどうしあのそういうふうに考えておくことにしようねという仮の姿であって、でも実際はもっともっと難しくて面倒くさい話っていうのがたくさん分かってきた。でまた難しくて面倒くさい話を難しく面倒くさいながら考え続けなくちゃいけないということに気づき始めたときに、それはもうみんなもう
気づいてるんだけども、どうしたって法律だとかっていうと分かりやすくしなくちゃいけないって二元論で切り捨てるやっぱり力っていうのが働く。でもそれは何かっていうと、やっぱりその今の日本の政治家の頭のあるおじさんたちが、男はこうだ女はこうだっていうふうに考えるのが一番分かりやすい、昔はもっと牧歌的でよかったっていうふうに言うけども、でもそうじゃないんだってことをもうすでに気づいてるんだから、その辺のことをやっぱりちゃんと、せっかく気づいたんだ、気づいたままでやっていきましょうって話なんだと思いますよね。そうですね、今やっぱりいろいろ既存のシステムとの相互が本当に起こってる状態だと思うんですけれども、じゃあそこでどういう解決法があるかっていうのをこう提示していけるのも、やっぱりそのフィクションの世界だったりはするのかなと思いますよね。複雑なものを複雑のままで描く、うん、はい、そうですね、なんか役者の問題もやっぱすごく絡んでくるなと思っていて、先ほどその、まあ、トランスジェンダートランスジェンダーが演じるとか、まあ、そういう話があったんですけど、僕2人の世界って作品はトランスジェンダー当事者で撮ってないんですよ。まあ、当事者を起用するっていうことはもちろん最善ではあったんですけど、まず僕が当事者である僕が撮る映画を撮るっていうことにかものすごくハードルがあったんですよね。で、まあ、これ、まあ、実は次の作品もトランスジェンダーの作品撮ることになってるんですけど、やっぱり役者っていうものの中にも男女二元論しか今存在しないっていうことになってるんですよ。じゃあセクシャルマイノリティの俳優っていうのは、まあ、ほぼほぼ僕邦画の中ではまだちゃんと認知されていない、まあ、隠して活動されている方何名も知り合いますけど、そこがやっぱり役者自身も多様性があるっていうことを認められて、でかつ、昨日ちょうどアメリカのユニオン制度 のユニオンの仕組みをいろいろ見ていたんですけど、まあ、例えばオーディションの場で、性別を聞いたらそれは罰に値しますとか、国籍とか人種を問うこともそれダメ、それなぜならばその何の属性かによって、キャスティングされるされないっていうものが左右されてはいけないっていうふうに、まあ、そういう理由でオーディションの場でそういう聞いちゃいけない、でもし聞いた場合は制作会社に罰金っていうふうにものすごい整備されてるんですよね。だからそのままこの日本の中でもやっぱり当事者がキャスティングされるべきっていうことをこれから僕は主張していきたいし、雇用されていくべきだけど、それと同時に、まあ、近年映画業界ちょっと不穏なニュースばっかりですけど、やっぱりこの労働環境っていうものがそのセクシャルマイノリティにとっても安心安全であるっていうことが、まあなされていかないと、まあ、いろんな俳優がいるんですよっていうことをもう認知されていかないと、まあ、そこセットで日本の場合はもうちょっとやっていかないといけないかなっていうのは現在まさに今感じているところですね。ではリーさんにもお話を伺ってよろしいでしょうか。なんかさ私映像業界の人間ではなく、あくまで、まあ、一観客みたいな一見る側の人間として個人的に好きだったのはベストフレンズっていうね日本のドラマがあってですね、確か上野樹里さんが演じる、ね、そうですね、はい、ちょっとそのレズビアンといわれるその性同一性障害の間で揺らいでいるようなそういう状態を描く当事者が出てきて、それはすごく良かったのかなと思っていて、はい、でそれはそのラストフレンズですね多分ね。あ、そうそうですね、ラストフレンズでした。ごめん、ね、ラストフレンズ、はい、ベストフレンズだ、ごめんなさいそうそうそう、ラストフレンズね、はい、であとそのなんかそのさっきそのあまりレズビアンの映画が映像作品があまりないというふうにおっしゃったんですけども、確かにそのオッサンズラブとか何でしたっけセリマホとか、うん、最近だとあとなんか気のない旅とかね、はい、そういうああいう大ヒット作はあまりないかもしれないですけども、もちろんそのレインボーリール東京の方々はみんなその頑張っているし、個人的に好きな、まあ、これは絶対見てほしいというなんか作品があってですね、西北星というすごくマイナーな映画なんですけれども、西北星これはですね何がいいかというと、レズビアン当事者がもちろん描かれているし、そしてそのイスラム圏から日本に留学してくる留学生も描かれている、それの一人の留学生と二人の女性 の関係性が描かれていて、さらにはその文化の話もあるし宗教の話もあるし、そしてそのエレズビアンの描き方も割とそのリアルっていうか あまりその消費しているような感じではない描き方がされていると、はい、っていうのはすごく個人的にいいんですよね。でリップ・ヴァン・ウィンクルの花嫁という、はい、映画もあるしドラマもあると、まあ、これはもちろん多分賛否両論あると思うんですけれども、ただそのレズビアンが登場してくる映像作品として挙げ
ときたいなという感じで、そしてその隣の国韓国はすごく近年頑張ってるなという印象がありますよね。ユンヒエという映画が最近、その日本で上映されたんですけども、これは私もパンフレットでなんかエッセイを書いたんですけれども、本当にこれは素晴らしいレズビアン映画でですね、90年代、おそらく90年代ですね、そういうなんかその抑圧的な時代を生きた一人 の、 その韓国人の女性と一人の日本人の女性が愛し合ったけれども、結局そのうまくいかず、で日本人の女性は日本に小樽に帰ったと。でそしてその20年ぐらい経って、2人とも40代になって、それでその娘の世代のこう娘の世代に促されて、2人が再会するという話で、これは本当にそのなんかこう、それ今公開されてる、これから公開、いやもう公開された、終わってるかと思います。いやで、まだやってるところあるんじゃないかなと思うんですけど、そうユンヒエっていうね。であとそのこれもマイナーなやつですけれども、光咲く季節が来るまでというね、数年前にレンボリール東京で上映された韓国映画、はい、でこれはその、レズビアンが登場する、でその、ちょっとネタバレになるんですけれども、一人 の、 その女性、女子高生がカフェの店長をやっている大人の女性に恋をしてしまうと。でそしてその大人の女性は実はトランスジェンダーだったというね、そういう話なんですね。もちろんそのトランスジェンダーの描き方は正直いろいろ批判すべき点はあって、例えばその、まずシスジェンダーの女性が演じるという点ね。でそして、トランスジェンダーは、ある種やっぱ記号化されているような気がして、例えばそのホルモンだとか、これぐらいやってればトランスジェンダーだろうみたいなねそういう感じはあるんですけども、でもレズビアンの表彰としては非常に真摯なものだなというふうに思いました。はい、以上。ありがとうございます。リーさんは台湾と日本と両方の国をそれぞれ長く住んでいらっしゃって、こうその両国のいろんな映像作品の何かこうセクシャルマイノリティの描かれ方に違いがあるなと感じたりされたことはありますでしょうか。なんか映画だと自分はその専門ではないので、はい、文学の話していいですか。はい、では、はい、よろしくお願いします。そう、本当に北丸さんの話を聞いているといろいろ勉強になるんですよね。歴史的な経緯がこうこうみたいなでちゃんと説明してくれる。で聞いていると本当にその台湾もそういうアメリカの動きに結構連動しているところがあるんだなというふうに思ったんですよ。それはもちろん当たり前のことでも、その冷戦時代に世界が二分されたわけで、台湾、日本、アメリカはその資本主義側の国 で、 でソ連、中国は共産主義側の国で、そしてその資本主義対共産主義というね、その対立構造の中でやっぱりマイノリティがすごくね、その、スケーブゴットというか、として糾弾されやすいという環境でした。というのも、例えばその50年代の台湾でも、これはその研究書を読んでいるとそういう記述があったっていう話ですけれども、50年代60年代のそういう台湾の同性愛の表彰、主に男性同性愛の表彰なんですけれども、共産主義の権化として描かれていて、妥当すべき対象なんですよね、要するに、はい、だからそこもアメリカの動きに連動しているかなと、要は、ある種その悪魔化されているという感じですよね、はい、で台湾の場合はもっとそのアメリカよりはちょっと状況が悪くて、というのも独裁政治がずっと続いてたんですね、はい、1945年まではまずその日本統治時代でした、ね、日本の、領土植民地でした。でそしてその第二次世界大戦が終わってから、その中華民国っていう感じになったんですけれども、中華民国がその要はその国民党と共産党が中国の方でバチバチやって、それで国民党が負けて台湾に逃げてきたと。でそれで中華民国が台湾みたいな感じになっているんですけれども、長い間ずっと要は戦争状態にあったわけで、それでも戒厳令が敷かれていた。戒厳令の中でともちろんその何ですかね、独裁ですよね、独裁政治で、独裁政治の中でもちろんその社会の秩序はやっぱ安定させたいんですよね、為政者としては。だからその同性愛だとかね、性転換者みたいな、そういう社会の異端みたいなものは排除すべき対象だというふうに
されていました長い間、はい、でそうですね、だから当時80年代90年代までは台湾の状況と比べてまだ日本の方がはるかに良かった、はい、というのがまずそのいろんなところでやっぱりその言わないといけないことだと思います、まあ、まずそのプライドパレードっていうのね一つの指標だと思うんですよ。なぜかというとプライドパレードもちろんプライドパレードがあればいいというわけではないんですけれども当事者の人たち性的マイノリティの当事者の人たちが火の元に出て私たちはここにいるよという影の世界の住人じゃないんだよちゃんとここにいて生活してるんだよというふうに存在を主張できるということ自体がすごいことなんですね。でそれが東京では、初めてのプライドパレード1994年、はい、で台湾では2003年ですね、はい、でもちろんその最初の1回目はどちらもすごく、少なかった。台湾も確かもう2003年のプライドパレードと500人くらいしかなかったんですけどね、今はまあ何十万人くらいの規模になってるんですけれども、はい、まあ、なぜそういうふうにね当時の80年代90年代までの台湾と日本を比べたときに本当にそれくらいの差があったのかというとやっぱり独裁政治があったというのが一つ大きな、違いだと思います、はい、でそれで、紹介したいのはですね白泉祐という台湾の作家がいるんですけれども、彼のその割と代表的な小説に月子、まあ、これはすごく難しい漢字ですけれども月子という、ね小説がある。月子は、ね、いろんな意味があるんですよ。もともとは父親に追放された子供、親不幸な子供みたいなそういう意味です。はい、あそうそう、死は子供で月はすごく難しい感じ、はいはい、まあ、その皆さんそのスマホ持っているから白泉祐月子というふうに、ね、検索するとその難しい感じが出てきます。はい、で白線はね、白は白、はい、線は先、先生の線、はい、はい、言は勇気の言、はい、で、まあ、台湾におけるそのゲイの作品をたくさん作っているクリエイターの人、映画の世界では、まあ、アンリーさんがいて、小説の世界では白線優さんがいると。はい、それぐらいの大御所なんです、はい、ただ、まあ、もちろんその映画の方がやっぱりその、まあ、伝播されやすいで小説だと、まあ、言語の問題もあるからなかなか、まあ、流通しにくいというのはあるんですけれども、まあ、とにかくその同じぐらいのレベルのみんなと考えてください。でそしてその白泉祐さんね、月子で、この月子が出版されたのは80年代確かまあ83年か84年だったんですけれども、何が描かれているかというと、まあ、当時の台湾の台北の発展場の話、要するにね、はい、発展場の話です。まあ、今の台湾でも228和平記念公園っていうね公園があるんですけれども、昔は台北新公園、新しい公園ね、新公園、という名前でした。で、その台北新公園はかつてはゲイの人たち の発展場だったと。で一人の、男子高校生が学校で、まあ、職員と同性の職員とねそういう関係になったというのがバレて、で家から追い出されて、で新公園に逃げ込んで、そこから、まあ、ゲイのコミュニティに入り込んで、まあ、いろいろこう、まあ、やっていくという、まあ、そこの人間関係とか葛藤とかね社会からのバッシングみたいなものが描かれている、はい、だから本当にその文学としても素晴らしいし、まあ、資料、歴史の資料としての価値もある小説だと思っています。でそこから見えてくるのはどういうことかというと、やっぱり当時の男性同性愛者は、まあ、まだその隠していないといけない。でそういう新公演の中で、まあ、売春とかもやってるんですけれども、同性同士ので、警察が入ってくるんですよ、はい、で逮捕されたりする、はい、でそしてそのコミュニティの中の割と一人の子さんのゲイの人がいて、でちょっとそのゲイバーを一個作って、皆さんがこうみんなが働けるように、ね、安心して働くような場所、ゲイバーを作ったんですけれども、すかさずゴシップ誌に報道されて潰れたという、はい、そういう話が描かれています、はい、で当時 その小説の中に一人 その、まあまあ、主な登場人物の一人に10代くらいのゲイなんですけど、すごく日本に憧れていると、日本に行きたい、
で日本にはそのそういうゲイバーが無数にあると、まあ、2丁目の話ですよね、はい、そういう話です、まあ、だから本当に読むと台湾にもそういう時代があったんだなというのが分かります。でこれは70年代80年代の話ですよね。で90年代に入ると話がまた違ってくる。90年代はやっぱりいろいろあったんですよね。まずまあエイズ化があった、それもまあ台湾にももちろん影響しているし、でクヤ理論がちょっと伝播してきて、でさらにはまあ世紀末ということもある。世紀末だとなんかこう当時は世界の終わりがもうすぐ来るというね、はい、そういうのもあったんですけれども、だからまあ多分全体的にそういう大敗的な全てを解体しようというね、まあ脱構築主義的なそういうトレンドもあったと思うんですけれども、でそして台湾では民主化運動も80年代90年代にあったと、戒厳令が敷かれ、ずっと敷かれていて、それが解除されたのは1987年のことで、とはいえ本当に民主化が進んだのはまあ90年代に入ってからだと思うんですね、はい、で当時の90年代 そのセクシュアルマイノリティが登場する作品として、まあいくつかある、有名なものがいくつかある。で一つはもう本当にいろんなところで紹介してるんですけれども、旧明神のあるワニの手記という作品があります。あるワニの手記、ワニ、そう動物のワニですよ、はい、動物のワニね、はい、あるワニの手記という、はい、旧明神の旧は、まあ、ちょっとその 名字の旧ですけれども、旧栄冠の旧ね、はい、旧栄冠の旧、そうそう、丘という字ので小里、うん、はい、大里か、はい、で妙は奇妙な妙でね、真はまあつつうらうらのつ、はい、で旧妙氏ね、あるワニの氏、こちらも日本語訳あるんですけれども今絶版中ですかね、はい、でこれは90年代のレズビアン文学のもう代表作と言えるような、作品で、何がすごいかというと、作中に登場する登場人物、まあ、主人公の名前がラーツというんですよ。ラーツというの、ラチのラに子供の子と書いてラーツ。でこの登場人物の名前が後に台湾ではレズビアンの代名詞になった。そう、要は一人の小説の登場人物が、登場人物の名前が一般名詞化したんですよ。すごいんですよね、うん、そう。それぐらいやっぱり影響力がある作品で、はい。で。まあ、ただその90年代はやっぱりそのまだ民主化もしたばかりだし、同性愛者の権利もまだ認められていないし、なんかこう隠さないといけないという、そういう状況でした。だから小説の中でもやっぱりすごくその自死のモチーフとか、あるいは社会から追放されるその苦しみとか、あるいはその精神疾患だとか自己否定だとか、なんかこう同性女同性の女の子が好きなんですけれども、なんかこうでもダメみたいな、そういう自分の中の葛藤みたいなものがすごく白紙に描かれていると、はい、でこれはおそらくその旧明神著者本人の葛藤でもあると思うんですね。で旧明神自身は1992年ぐらいに、まあ、その台湾の大学を卒業してパリに留学したと、パリ第八大学で、そして何年か後に95年に、26歳で、まあ、パリで自殺してしまったと、はい、そういう、まあ、26歳なんですよ、はい、で、まあ、おそらくこのこともあって、そのあるワニの手記という小説は台湾では、まあ、大ベストセラーになってね、まあ、する後世にすごく大きな影響力を与えていると、はい、そう、そしてまあ、実際その時代のレズビアン表彰ってそんなもんです。すごく自死のモチーフが常につきまとっていると、はい、で実際その旧明神本人ももちろんレズビアンなんですけども、本人も自殺したし、そして当時のね台湾社会にまあそのショックを与えた事件が一つあった、まあ、台北第一女子高校の、まあ生徒が心中した事件、はい、女子高に通っていた、まあ、18歳と17歳の、女子高生が2人、駆け落ちして、そしてその駆け落ちした先のホテルで、まあ、心中したという、1994年、はい、94年そういう事件があったと、はい、で、まあ、当時はもちろんそのだってそんな若い
女子生徒、しかもその2人ともすごく成績が優秀でね、あのサークルでも部活でも活躍していると、まあ、誰でも自殺するみたいなそういうことを想像しなかったわけですけども、いきなり2人で駆け落ちしてしまった、駆け落ちしてそして自殺したと。で、遺書が残っているんですよ。遺書には、まあ、はっきり言うとレズビアンとか愛し合っているとか書いてないんですけれども、私たちは世界の本質に適合していないという有名な文言が残っている。で、この文言も今台湾の特にレズビアンコミュニティの中では、これを言うと、あ、なんかそういう歴史の話なんだなというのが分かるような、そういう有名な事件で、当時はやっぱりまさまだそういう時代だったんですけれども、高校、学校側もね、2人はもう愛し合っているレズビアンだというふうに認めたくなくて、当時のその台北第一女子高校の校長先生が、まあ、あろうことか言ったんですよ。うちの学校にはレズビアンなんていませんと。はい。そう。まあ、そういう時代だったんです。90年代。はい。チェチェンの大統領がうちの国にはゲイはいないというのと同じじゃないですか。そう、そんな感じなんですよね。ありましたね。はい。うん。だからその90年代の、レズビアン表彰、そして同性愛表彰は、まあ、主にそういう暗いところばかり、まあ、強調されている、まあ、そして実際そういう事件もあったわけ、はい、で、まあ、とはいえですね、0年代、10年代、2010年代に入ってやっぱりその同性愛コミュニティを取り巻く社会的な状況が好転していく。もちろん映画も皆さん見たと思うんですけれども、決して簡単なことではないんですよ。もうどれくらいデモを繰り返してさ、裁判を繰り返して、そしてその、まあ、面と向かって喧嘩するみたいなね、はい、時にはちょっとその、まあ、まあ取っ組み合いの喧嘩みたいな、そういうことにもなると。そういう状況の中でもう激しく応酬をする中で、ようやくその同性婚というのが実現されたということをまず知らないといけない。そう、決して簡単なことではない。はい、まあ、とはいえ社会がアップデートされているのだから、文学だってアップデートされないといけないんじゃないかということで、2010年代に入ってですね、で私と同世代の台湾の作家、李平洋という、まあ、本人もレズビアンの作家なんですけども、口実性植物という小説を書きました。はい、で口実性植物、口実性というのは要はその火に向かって、ね、育つ植物の話で、そういう意味のタイトルなんですけれども、本人がね、インタビューで取材でこう語っているんですよ。私はレズビアンが自殺しない小説が書きたいと。はい、まあ、それぐらい強調しないといけないんですよね、やっぱり。はい、で、この口実性植物っていうのは本当にそのすごく普通に生きているレズビアン当事者、そしてそのコミュニティの、まあ生き方、そして成長の過程、そして葛藤、家族へのカミングアウトで、社会に出て、まあ、その例えば同性婚はまだ実現されてなかったから、そういう病院に入院してもなんかその見舞いに行けないとかね、そういう現実的な問題とかも書かれていると。すごく誠実な小説です。でこの小説は幸運なことにですね、私の翻訳で、今年7月に出ます。はい、台湾ではね、もう2016年には出てるんですよ。はい、で割と売れている小説 で日本は、今年、日本語版が出ます。私が訳しました。はい、うん、はい、で、そして今台湾 その文学の話をざっと話したんですけれども、日本との表彰ってやっぱりちょっと違いがあるなというふうに、感じるところがあって、まあ、日本 そのもちろん例外はあるというのはもちろんなんですけれども、大きな流れとしてはやっぱりその徹底した2人の世界が描かれているという傾向があるのかなというふうに思います。つまり子を支えるコミュニティの不在という問題なんですね。これは例えばそのレズビアンの当事者が登場する小説だと、まあ、中山果歩とか松浦理恵子さんとかすごく有名で、私もすごく愛読しているんですけれども、で近年だと綿谷りささんが書いたんですね、木の実木のままでという女性同士が恋愛する小説。こちらももちろんその恋愛小説として読むのすごく楽しいし幸せな恋愛小説なんですけれども、やっぱり徹底した2人の世界なんですね。なんかこう
ポツンと存在している、はい、でそしてそのなんか周りのコミュニティがどうなっているのか全くわからない、なんか他の人はどんな生活をしているのかみたいなね、そして社会との関わりがどうなっているのかとか、権利の向上運動とどうなっているのか、その関係性がどうなのかがちょっと見えてこない部分があると。で一方で台湾ではそれはその割とはっきり描かれているので、まずさっき言った月誌という小説は、まあ、そもそも発展版のコミュニティの話だし、はい、でそしてその、李平洋さんの、ね、高知性植物という小説の中にもプライドパレードのシーンが登場したりとかね、はい、そういう、違いがあると、はい、そうですね。だからあのもちろん日本も文学はやっぱりその多分小説の伝統が影響しているからなのかなというふうに思うんですけども、すごく個人に、まあ、フォーカスを当てて、そして個の内面を描くんですよね。個の内面を描くことに重きを置いている。だから逆にその社会との関わりとか政治との関わりとか、あの引いては個を支えるコミュニティの状況みたいなものにあまりあのフォーカスしないという傾向がある。はい、でもちろんどちらの方がいいとか悪いとかそういうわけではないし、で台湾の小説がそうなっているのは、まあ、おそらく90年代の、まあ、急激な民主化運動、フェミニズム運動、そして同性愛の権利回復運動とやっぱりその合流している、その連動していたという歴史的な脈絡があったからだと思います。はい、まあ、ざっと話したんですけども、こんな感じ。ありがとうございます。あの僕 の、 あの本にも書いたことと本当に重なるんですけど、個の問題と公の問題、私の問題と公の問題のその領域が日本の場合はどうしても重ならなくて、みんなその私の領域で肩をつけてしまう。例えばあのヒズという、これも同性愛の男性同性愛の話なんだけれど、このヒズという、映画、もともとはその名古屋かどっか の、 あのテレビだったんですけど、それのいわゆる何年か後の大人になった2人の男の人たちの関係があるんです。これもみんなそのこの2人のことを周りの人たちが、まあ、コミュニティって言っていいのかどうか分からないけど、その個人的な善意でもって救うんだよね。個人的な善意でもって、あのおばあちゃんがそんなことは気にしないよと言ったり、年取ったら男も女もねえよって言ったり、それから漁師のおじいちゃんが、まあ、自分のために生きるんだというふうに力づけたりはするんだけれども、それが全然社会に通じないんだよね。でそこであのなんとなく救われた、個人によって救われることによって満足してしまうんだけど、じゃあそこからじゃあこの2人がじゃあ同性婚で結婚したいっていうふうに言い出した時に、今言った個人が善意でもって救ってくれて、そのおじいちゃんとかおばあちゃんたちは一緒になって同性婚のデモをしてくれるんだろうか。先ほど の、 その、 あの李さんがおっしゃってくれた口実性植物っていう、火に向かってどんどんすくすくと伸びていく植物っていう風な話を聞いた時に、日本って日本だけじゃないけど、まあこれはインカ植物っていう風にゲイコミュニティのことを昔から言われました。あの火に向かってはいかないんだよね。つまり社会という明るい場所に向かって伸びてはいかない植物として描かれていた時代から、これはじゃあインカ植物じゃないんだっていうふうにはなったけども、でも口実性植物なんだっていうふうに言い切るまでは日本のゲイコミュニティ、レズビアンコミュニティ、 LGBT コミュニティ育ってないんですよね。でもその口実性植物ってすごいタイトルだなと思って、もう一つその、まあ、コミュニティの不在っていうふうに言うんだけども、必ずほら血みどろの戦いっておっしゃいましたよね。裁判したり殴り合いやったりという、はい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 、それが日本に、まあ、日本あの70年安保を境にしてその学生運動っていうのも随分下火になり、もしくはそれを揶揄するような風潮が出たり、デモを新聞とかテレビが取り扱わなくなってきた、メーデーすらも取り扱わなくなってきた、そしてその全てそういうあのいろんな社会的な問題を個人のレベルでみんなで慰め合ってどうにか生き続けてきているうちにバブルが弾け、ほんでいつの間にか GDP は落ち、平均賃金はどん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 下がって、
日本すごい日本すごいって言ってる人たちの中で日本は全くすごくない国になってしまったっていうのがある。だからそれはやっぱり何かというとやっぱ社会性の問題なんだと思うんだよね。その辺を正していかないと、まあ日本はこれからどうなのか分かんないですけれども、解決策はないんじゃないかなって思いますね。確かにその、まあ、表現されたものでも、まあ、ある意味日本の中でもちょっと異端扱いされていた時代からその悲劇性の時代に、でそこからなんかその葛藤みたいなものを飛び越えてなんかハッピーハッピーな方になんか振り切れすぎちゃったような気はするので、何かこう葛藤を踏まえての何か掴み取るものみたいなものがもうちょっと描かれる作品があってもいいのかもしれないですね。エイジアなんかでさ、そのやっぱりまあ、悲劇の話を個人的な話じゃしないで、例えばフィラデルフィアっていうのがトム・ハンクスとアントニー・バンデロスでやったじゃない、はい、まあ、あの時にやっぱりエイズの悲劇っていうのは個人的なレベルで解決できるようなものじゃなかったんですよね。だから社会に訴えて裁判せざるを得なくて、その個人のところとやっぱり公のところをやっぱりきちんとつないでおかないと根本的な全体的な解決に結びつかないということが分かっているのにやらない。だから日本社会がどん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 ダメになってしまった。でも90年代から2000年代にかけていわゆる力を伸ばしてきた国っていうのはやっぱり社会運動やってたよね。そうですね、はい、でどうしてもその今の同性婚 のもの問題に関しても、まあ、当事者の中でもこうもう自分たちはもう今のままで幸せだから別に同性婚なんかいいじゃないかみたいな意見が割とこう出てきたりする。なんかこうその個人個人の何かこう個人が必要とするかどうかっていうところで、まあ、議論が終わってしまうような傾向がちょっとあるかなと思うので、やっぱりそこをじゃあ社会としてどういう状態が自分だけじゃなくてより多くの人にとって幸せな状態なのかっていうのはやっぱりみんなが考えていかなきゃいけないのかなと思ったりもするんですけれども、なんかこうそこがまたそこもその表現されたものとの関わり合いっていうのはきっとあるんでしょうね。これからまただから表現の中でそういうものを訴える作品が出てくるのと人々の中でそういう意識が高まるってやっぱり両輪になっていくのかなと。吉野さん、はい、ご自身もほら脚本書いたりするじゃないですか、はいはい、で演劇関係で、はい、あなたあごめんなさい司会なんだけれどそのなんか演劇か日本の演劇、はい、もしくは、まあ、ドラマでもテロップでもいいんですけども、はいはい、なんか、感じることはありました？そうですね、演劇ってやっぱり映像作品とかに比べると自由なことができる割合は高いのかなと思うんですね。こう、まあ、小劇場とかであれば本当にこじんまりとしたところで表現したい形で表現したいものでできると思うので、ただ、まあ、日本で上演されているその商業演劇的なものだってやっぱりまだそこまで踏み込んだ作品っていうのはそんなにはないかなと思います。でも北丸さんも割と翻訳海外の作品翻訳されていて、その中にはね、いろいろとエッジの効いたものがかなりあったなと思うんですけれども、ただ日本の中で作られる作品でまだそこまでこう、ただフライングステージという当事者の演劇、関根さんのね、はい、素晴らしい、で本当にはとても等身大のそのレズビアンやゲイの姿を描きながらかつ社会的なものにもちょっと踏み込んだ作品を作られているので、ただむしろなんか、はい、関根さんの作り方って社会的な問題があって、はい、それをどうにか個人の方に落とし込んで、ほんで具体的な話にしちゃったら、そのもう本当に関根さんすごいなと思う。そうですね、はい、それをもう1990年代からずっと続けていらっしゃるので、だからそういう衝撃場的なところでは本当にそういう作品も作られているんですけれども、ただやっぱりこの商業演劇の世界になると、ま、なかなかそこまで踏み込んだものっていうのが出てこない、来づらいっていう傾向はそこは映画とあまり変わらないかもしれないです。必ずその社会性っていうものを帯びたものとして描かなくちゃ、はい、うん、
まあ、観客も納得度が少なくなってくるんだろうなって。あのイギリスの映画って割とそういう傾向が強いというか、パレードへようこそっていう映画もその炭鉱の街のお話だったりするので、なんかやっぱりこうどうしても社会的なものとその個人の幸福だったりとかがこう不可分なものだというやっぱり意識が強いのかなという気もしますね。今あの6月にこれから公開されるフリー、はい、フリー FLEE という、これがアフガン難民で、はい、ゲイの男性が15歳の時にアフガニスタンからどうにか逃れ、15歳の時に1985年ぐらいなんですが、ちょうどタリバンが、アフガニスタンカブールの街をどん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 こう進出してきて、自由な国だったところがどん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 息苦しくなってきて、まあ、タリバンというのは新学生という意味なんだけれども、はい、これで抑圧されるということで逃げざるを得なくなる。そして彼自身がゲイなんでね、でこれをその 逃走劇を解雇する形で、描いている。そしてモスクワに逃れて、そこからどうやってデンマークにあのの逃げていくのかっていう、もうハラハラドキドキするようなそういう映画が6月から公開されます。これはぜひ見ていただきたい、はい。もう一つ同じようにチェチェンへようこそ、はい、ウェルカムトゥチェチェンという、はい、これはさっきも言いましたけど、ロシアソ連邦があの崩壊した時に、はい、チェチェン共和国というのは独立するんだけれども、そのチェチェンというのの中に今のウクライナと一緒です、いわゆるロシア人が住んでいるんだけど、そのロシア人が迫害されていると。それだけじゃなくて、そのチェチェンの人たちが独立運動としてソ連からこうやって侵攻されるんだけどね、そのチェチェンのテロリストたちがモスクワとかのアパート5軒連続爆破したっていう事件が1999年に起こるんですよ。1999年に起こった時に、実はこれはプーチンが仕組んだっていう話になってるんです。なぜなっていうと、あの時ソ連邦が崩れてエリツィンが大統領だったんだけど、プーチンっていうのは秘密警察みたいなところから出てきた人ってほとんど無名だったんですね。で首相だった時にこの人をエリツィンが自分のいろいろ賄賂とかなんとかいろんなものもらってるんだけど、その後継者に自分が訴追されないように手がい、子飼いの手下を大統領にしなくちゃいけなかった。でもプーチンは無名だった。そこでプーチンはそのモスクワ連続高層ビルアパート爆破事件、何百人も死んでるんですけど、それをでっち上げて自分でやって、それでチェチェンのテロリストだということでチェチェンに侵攻するわけです。それで手柄を立てて大統領になって2000年からずっと今までいるわけですよね。でこの時のこのチェチェンというのがロシアのプロパガンダ、ゲイプロパガンダ禁止法というのはあるんですけど、つまりゲイの弾圧でものすごく悪名高い、そこのゲイだとかレズビアンだとバレると家族に殺されちゃうんですよね。でその人たちをどうにかして逃がそうとするネットワークをロシアの中でロシア LGBT ネットワークというセンターを作る人たちの話、作った人たちの話、その人たちが隠しカメラでその人の活動を隠しカメラでアメリカ人のデイビッド・フランスという人が撮るんです。もうハラハラドキドキ、その人たちをかくまっているアパートが警察に見つかっちゃったりすると、もうじっと潜めて、それで翌日こうやって即そこをもぬけの殻にして逃げていかなくちゃいけない。そこからタクシーに乗ったり、それから空港から、この人たちの活動をその撮影していた3年間2年間かなの中で150人か逃がしたんだけど、そのうちの50何人はカナダとか他、まあ、いろんなところ分からないようにして逃がしてるんですけども、そのもうひどいんだわ。とにかくこれは、今アマゾンプライムかなんかで、ね、見れますかね。劇場での公開は2月ぐらいにやってたんですけど、で今ね、はい、いろんなところに全国でじゅんぐりじゅんぐり回ってることは回ってます、はい、まだやって東京にも戻ってくると思います。そうです ね。で先ほど のフリーと同様、そちらのチェチェンへようこそでも
あれですね、当事者の顔がね、ディープフェイクなんだよね、はい、ディープフェイクって何かって、コンピューターで加工してリーさんの顔をこ全く表情分かんないんだけど顔の造作を変えちゃうんですよ、はい、目とか鼻とか、はい、なので例えば私の顔をリーさんに当てはめてであのっていうようなことで、でさらにその、 あのじゃあ映画に出てくる偽物の顔はアメリカのなんか有志、あの LGBTQ 当事者とかあらゆる有志が顔を提供したっていう、ね、うん、あのね、その裏話もすごいですよね。デイビッド・フランスっていうのはさ、うん、この間俺の友達からあのメール来てさ、はい、北村さん見てっていう、僕のボーイフレンドって出てらっしゃる。違うんですよ、デイビッド・フランス自体がその、ああ、あの監督の、うん、おやおやおや最近なんか仲良くなったんだっていう、アウティングじゃないですよね。アウティングじゃない、アウティングじゃないじゃん、もうで大丈夫大丈夫、はい、だからそういう縁もあるんでね。でも本当それで見たんだけどすごかったです。それで、はい、そのディープフェイク のそれも、はい、あのさっきのフリーじゃないけれども、はい、ある瞬間に、うん、そこでメインに取り上げられてる逃れてるなゲイの難民の顔が、はい、ズワ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 って言って本物の顔に映る瞬、あの変わる瞬間があるんです。なぜならば偽物ではなくて自分自身の名前でもって証言してチェチェンのその虐待を告発しようとロシアの連邦検察局に訴え出るんですよ。もうドキドキしながら、その時にその顔が本物に戻る。でもその数ヶ月後にたった一言棄却するって言われちゃうんだよね。そういうような本当にだから表彰で言うと本当にフィクションの中でいろいろ描かれてきたものが、はい、今は本物がどういう生活をしているのか、うん、そしてまたそれただ単にその楽しいハッピーになってるっていうだけじゃなくて世界を 見渡した時にそれこれも幻想なんだけど私たちの仲間が、はい、幻想なんだけど仲間がそういうことに合ってるとした時に何か私たちができるもんじゃないのかなって考えててしまうのがね人間じゃないっていうふうにね、人間だものじゃないけどもね、そういうふうな、感情を揺り動かしてくれるような映画っていうのも最近本当に社会の問題として出てきてるってことだと思います。そしてなんと時間になってしまったんですけれども、スタッフの方もうちょっとだけ伸びても大丈夫ですかね。返事誰からも返事がない。追加料金払えばいいんだ。大丈夫なのかしら。まあ10分で、あのでは最後にですね、あの例えばリーさんはその作品の中でそのレズビアンが登場したりとか、あの彼岸花の作詞までもこうちょっとユナと海ちゃんの関係少し そんなものをあの感じをかあの感じたりも しながら読んでいたんですけれども、例えばリーさんはあの今後その、まあ、今までそしてこれから作品を作るの中でどのような表現をこう気をつけているとか、どのようなことを表現していきたいかというところをあのお伺いしたいのと、あの飯塚さんにもちょっと今後 そのご自身が作られる作品の中であのどのようなことを訴えていきたいかをちょっと改めてお伺いできますでしょうか。はい、ではリーさんから、はい、大丈夫ですか飯塚さんから、まあ、あのこれまでもね、あの 本っていうと6冊出していて、はい、まあ、小説なんですけれども、やっぱりその自分が書きたいものの一つの理想像として、まあ、そのポラリスが降り注ぐ夜という、ね、小説があるんですけれども、うん、はい、あのこうというのは決して孤立してポツンと存在するものではなくて、うん、まあ、歴史があって、うん、そして闘争の歴史、差別された歴史があって、闘争の歴史があって、そして今でもその歴史を引き継いでいる、でその子を支えるコミュニティがある、でその上で子が成り立っていて、絶えず社会や、政治他者と、まあ、関係性を持つと、はい、そういうあの子のあり方、セクシュアルマイノリティといっても、ね、個人だからね、あの子のあり方を描くのがあの、まあ、やりたいことかなと。でそれがちゃんとその届けば、まあ、本当にその 今でもね、ネット上でその特にトランスジェンダーに対するその、まあ、なんかあの全く何も分かってない人たちが誹謗中傷しているとね、はい、そういう人たちがもしね、小説あるいは他の創作、まあ、ちゃんとしたね表彰に触れれば、
リアルな人生の性、生身の人間がどういうふうに生きていて、どんなことで悩んでいて、そして何で苦しんでいるのかというのがみんなこう分かると、その理解が広まっていくと社会が変わるんじゃないかなと思います。それがまあ表現者としてできることなんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。あ、ちなみにリーさん、お知らせか何かもしあれば。あ、そう、ポラリスが降り注ぐ夜はね、文庫になります。はい、だから安価で手に入ります。6月ですかね。はい、6月で、ついでにデビュー作の一人前もね、文庫になります。こちらは7月です。はい、ぜひよろしくお願いします。今日ね、もここで売ればよかったんだけどね、間に合わなかったから。そうですね、私のサイン会ばっかりで、本当はリーさんを差し置いてそんなことしちゃいけないんだけど。いやいや、もう今回はしょうがないので、その、まあ、皆さんぜひ応援してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では飯塚さん、お願いできますでしょうか。はい、そうですね、リー平洋さんでしたっけの話で、中で一人もこう死なせたくないんだっていうなんか一言が私すごく共感して、本当に日本の今の映画のセクシャルマイノリティの表彰がすごくハッピーかすごく暗いっていう、なんかすごく極端なところに行っているような気がして、死ぬかなんかリアルが描かれてないかどっちかみたいな、そのちゃんと中間というか、まあ、リアルもありつつ、でもビリー・エリオットのように社会性も帯びつつエンターテインメントとしてよくできているっていうような、なんかそういう本当にいいバランスの映画っていうものを私自身も描きたいと思いますし、やっぱり意見を求められる瞬間もすごくあるので、そういうものを求めていきたいなっていうふうに今個人として感じているっていうことと、本当にあと目先 の、 課題として本当にあるのがキャスティングの問題を今本当にまさに絶賛次の新作の準備中で目の前にありまして、やっぱりどうしても日本のキャスティングシステムって客を呼べる人で一部の本当に集中した方が出るっていうようなどうしても仕組みになってしまっているので、まあ、そこにある意味一石投じるような形になればいいなと思ってまして、そうですね、今年か、まあ、来年の頭には撮影すると思うので、ぜひぜひ注目して見ていただけたら嬉しいかなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ちなみに、ごめんなさい、2人の世界は今何か見る方法というのは、はい、そうですね、2人の世界が今地方の方順次公開中で、東京の方はちょっと離れてしまったんですけど、はい、もう一度おそらく関東圏内帰ってきますんで、はい、そしたら劇場でぜひ見ていただきたいなと思いますし、はい、まあ、必ず配信もされると思いますんで、はい、こちらもぜひぜひ、ありがとうございます、見ていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございました。では北丸さんの方からも最後にもし一言&お知らせなどありましたら。ありますよね、なんだっけ、一応サイン、ああそうそう、さっき言った絵本で出ました。はい、なんだっけ、僕らのサブウェイベイビーっていうチョコレートドーナツってありましたよね、うん、はい、それ1990年代だっけ、80年代だっけの80年代の話か、でも90年ぐらい、90年代出たのかな、チョコレートドーナツってゲイのカップルがダウン症の子供を養子縁組してどうにかして幸せにしてあげたいって思ったんだけども、その当時の1989年ぐらいの段階のアメリカ社会ではゲイのカップル自体が認められてないし、それからその人たちが養子を迎えるなんていうことはもってのほかだということで、一生懸命裁判して訴えようとする、これもやっぱり裁判関係するんだけどね、うん、それで、結局手放さざるを得なくなってしまって、で昇進にくれると、まあ当時のさっき加藤さんがおっしゃったようにもう悲劇か悲劇じゃないかみたいな話になってしまうんだけれども、その典型的な話として、だそれが結局その10年後に実際の話として、ニューヨークの地下鉄で、マンハッタンのチェルシーの地下鉄である男性がその捨て子を拾うんですよ、捨て子を見つけるわけで、警察に届けて、で大変だっていうのがあるんだけども、その後でその時どうだったのかっていう家庭裁判所でね、そういういろいろこう証言しなくちゃいけなくなった時に、ところでってその判事さんが女性の判事さんだったんだけども、ところであなた赤ちゃん欲しくないっていうような話をして、赤ちゃんっていうのは一番幸せなところに行くべきだと私は思うのっていうふうにその判事さんが言ってくれて、でそれでその子を迎えるというゲイのカップルとしてね
迎えるという話、つまりチョコレートドーナツの話はアメリカの中ではきちんとやっぱり片付けられるっていうふうに進んでいくという、絵本が去年アメリカで出て、で BBC で取り上げられて大きなニュースになって、それを知った私がぜひっていうんで、まあやまあ、絵本だから訳すのちょちょちょってやればいいわけだったんですけど、まあ、その後でずいぶんちょちょちょってやった後で、その構成の方がものすごく頑張ってくれて、ここの言葉遣いをもうちょっと柔らかくした方がいいとか、ここに点を入れましょうかとかっていうふうに一生懸命やってくれて、本当に綺麗な本になりました。そしてあの絵がいいんですよね。ニューヨークの街中のスケッチみたいなのは本当に正確に描かれていて、それが絵本になりましたので、ご自身が必要じゃなくて、どなたか友達とか親戚 あのお子さんのいるところとかにお送りするにはとてもいい本じゃないかなと思います。合わせてあの去年の暮れに出ました、秋に出ました愛と差別と友情と LGBTQ、 これも映画の話たくさん載ってますんで、もしご興味があったらこの後で売ってますんで、よろしくお願いしますっていうことです。はい、本当はね、皆さんからの質問などもあればと思ったんですけれども、ちょっと時間が、オーバーしてしまいましたので、本日のトークショー、映画映像に見る、性的マイノリティの表彰に関しては、こちらで一度お開きとさせていただければと思います。本日は皆様本当にありがとうございました。ではもう一度今日のパネリストの皆様に、盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。